お疲れ様です。お疲れ様です。今日のテーマは、はい、コンプレックス。コンプレックス。皆さん、コンプレックスはお持ちだと思うんですけれども、はい。はい、今日は、社長のコンプレックス、うん、僕のコンプレックス、はい、いろんなコンプレックスってあると思うんですけど、はいはい、ちょっと発表しちゃおうという企画。なるほどね、はい、弱み見せてね、そう、こういうこともあるんやって言って、そう、共感を得てね、そう、チャンネル登録者バック上げね、よろしくお願いします。お願いしますそういうことです。なるほど。なんかやっぱりちょっと好きがある方がいいって、はいはい、最近聞いたんですけど、らしいな、はい、好きがある方がちょっとモテるらしいです。あ、モテるモテるモテる話じゃない。好きにしていこうと。そうですね、はい、まあ、あれですね、コンプレックス、多分現在進行形のコンプレックスもあると思うんですけど、うんうんうん、過去のコンプレックスで克服したのがあったりとかもするかなっていうのも含めて。なるほどね、はい、なるほどなるほど。なんかその辺ちょっと聞きたいんですけど、どうですか、社長は。そうですね、僕スッタンっていうね、友達がおったんですよ。スッタン、スグルって名前で。あ、スッタン、スッタンってやつおって、はい、僕にめちゃくちゃ似てる。へえ。うん、で、僕体育の授業とかに、はい、先生とかにすぐるって言われたりとか、まあ、一緒のクラスやったし。あ、似てるって顔がですか。顔やろな顔が多分似てる。あ、頭にいるっすね。そういうの、はいはい、違うクラスやのに、じゃあすぐるわって言って、やっぱそのすぐるの方が有名人。あー、校内での、はい、あー、あるんですね、そんなもん。そうそうそう。で、それでなんか影薄いというか、すごいなんかショックやなっていつも思ってて、はいはい、キャラ薄め。ああ、そうなんですか。はい。え、学生時代の社長。学生、小中、中学校かな、キャラ薄めな気はしますけど。へえ。うん、それなんかコンプレックスでしたね。へえ。また間違えられたとか。やっぱそれはちょっと傷ついてる感じですか。傷つきますよね。傷つくっすね。うん、まあその学校好きじゃなかったし、先生とかも好きじゃなかったんで、より思いましたね。そうなんですね。一人も別に恩師なんて出会った恩師なんかいない。そういうタイプの共感は多分あると思います。あると思います、確かに、うん、はい、なんか勉強とか、はい、今は別にできますけど、はい、てかもう熱心な方だと思うんですけど、今でこそ、ね、今でこそね、はい、なんか面白くこう教えてくれなかったことに、はい、ムカついてます当時の先生たちに、はい、そのじゃあ社長のコンプレックスのもう一つとあれとしては、その勉強、はい、勉強もなんかありそうですよね。学歴コンプレックスね。あ、学歴コンプレックス、うん、三単元の S、はいはいはい、出てきたあたりから、はい、意味分かってない。あ、まあ結構きついですよね、そこら辺ってなると。そうそうそう。何人称っていうさ、まずその言葉自体が分からん。一人称。はいはいはい。確かに。一人とか、はいはい、意味分からんっていうね。複数形とかさ、なんか難しい。日本語がまず難しくなってくるやん。あ、そうですね、確かに。聞いたことない日本語を使って外国語を勉強するという、そうそう、難しいっちゃ難しいですよね。難しいなって思いながらついてけんくなって。あ、なるほど。あっという間にもう落ちこぼれですわその、まあ、当時じゃあその、まあ、勉強できてなかったとか、うん、学歴コンプレックスあると思うんですけど、今社長勉強熱心じゃないですか、はいはい、それはどう乗り越えたというか、どういう経緯でそうなったんですか。ああ、そうですね、学歴コンプレックスとかっていうところの類で言うと、はい、もう神戸で一番頭悪い高校行ってたんですよ偏差値32とか。あ、まあ、ほんまに一番かもしれない下手したらでしょ。で、大学も35ぐらいな、はい、あ、はいはい、G フランとかじゃない、もっと下やな G ぐらいやな。あ、で、行ってて、はい、僕就活するときに、はい、やっぱ社会人ってどういうとこで測られるんかなってまず気になるわけやん。その時に僕やったら人のことを見て、まあ当時若いからね、はい、年収なんぼかなって思うかなと思って、あ、年収で人の価値判断するかも男やしと思って、まあ、そうですね、一つの物差しですもんね。そうそうそう、だからめっちゃ稼ごうって思って頑張ってきたっていうのはあります。へえ。
じゃあそのコンプレックスを打開するきっかけがそれやったってことですよね。そうやな。だから多分普通に勉強もよ、あの普通にできて、はい、だったらほんまに普通のサラリーマンしてると。あ、なるほど、そういうことですよね。過去のその経験があったから、そう、はい、今ここに至ってると思うんで。そうです。いいです。まあまあまあ良かったかなって思いますけどね、今思えばね。なるほど。なんかあります？僕はあの学歴コンプレックスがないんですよ。めっちゃ映り悪い気ですけどね、今の流れやと。そうです。ちなみに偏差値は何歩ぐらいの？偏差値は高校の時が62。え、倍あるやん。待って、はい、倍の違いもあるやってはったんだ。そんなことある？高校の時はあの割と進学校って言われる部類でしたね。へえ。そうなんですよ。あの兵庫高校ってところがあって、はいはい、その下が夢の大高校って、まあ、僕の出身校ですけど、はい、そこが62ぐらいで、はい、まあ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 、あの一番上にはいけんかったけど、まあまあ頑張ってる人たちって。すごいね。ですね。なんで勉強はまあそこそこできてたんですが、僕のコンプレックスは仕事を楽しめてないコンプレックスが一番でかかったんですよ。あ、社会人出てから？そうなんですよ。それってなんかどの状態で気づくわけ？いや、周りのやっぱり友達が社会人になって、あの同期とご飯に行ってどうのこうのとか SNS 上げてくるんですよ。とか思いながら。え、同期おらんかったの？同期いましたけど、あ、僕でもあの新卒1年目で速攻辞めてるんで。ああ、なるほどね。そういうのも全然。へえ。全然ですし、自分自身もやっぱりしんどいしんどいの連続やったんで、仕事が、うんうんうん、ずっとなんか周りのみんな仕事バリバリ頑張ってる人見て、はいはい、ずっとコンプレックス感じてましたね。へえ。それはなんか回復できたんですか？それは僕はどうやってあのごまかすかっていうか、どうやったら拭えるかなって考えたら、それはあれでしたね。僕もあの年収、お金、お金稼ぐことで払拭しようと思ってましたね。あ、一緒ですね。そこは多分一緒ですね。へえ。なんかそこはあのそれでなんとか自我を保とうとしてましたね。あ、それで悪営業マン。いやいや、悪徳ではない。分かりましたよ、皆さん。いやいや、分かりましたね。いやいや、そのまあ実際その営業会社行ったのそれが理由ですか？まあまあ営業職って稼げるとかインセンティブってこう出てくるの分かりますもんね。そうですね。確かに確かに。なのでそこで運ごうと思ったんですが、あの入って実績出たら、結果出たらある程度稼げるんですよ、うんうんうん、で一旦満足するんで、はいはいはい、コンプレックス落ち着いてたんですけど、はい、次稼げるようになってもやっぱりそれが出てくるんですね。へえ。ほんまにやりたいことやってるとかじゃないんで、はいはいはい、なんか楽しくないみたいな。へえ。っていうのがムク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 また育ち始めて、へえ。っていうのをずっと抱えてましたね。それは今も育ってる？ムク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 。どっか行きました。あら、あら、どっか行ったの？解き放たれました。どうしたのそれ？どうなっちゃった？うん、あらあら、どっか行っちゃいました。何がきっかけなの？ジルベルトに入って。おお、毎日楽しいです。おお、楽しいね。いや、本当にあのすごいあれですね、あのそのコンプレックスはなくなりましたね。もうなんかさ、その、はい、何が楽しい？そうですね、やっぱ一番僕はそのなんていうんですか、評価してもらえる瞬間と、うん、あとまあ周りがやっぱりあの喜んでる様子見たりとかするのは結構やりがい感じるんですよ。なんかあの、まあ、評価してもらう、自分がちゃんとできたことを認めてもらえるっていうのはめちゃくちゃやりがい感じるポイントですね。それは人事評価とかうちあるじゃないですか、はい、それに沿ってちゃんと給料も上がるし、うんうん、ところとかもやりがいすごい楽しいなってところと、うん、あとはやっぱりその悪い営業してたんで、あのお客さんからのクレームに怯える毎日やったんですけど。そうなんや。はい、やったんですけど、今は仕事取ってきたらみんなの給料につながってるとか、うんうんうん、まあ、ちゃんとあの誰かのためになってるっていう実感。ああ、いい仕事ですね。いや、本当にいい仕事だと思います。仕事の支援って、それができているのか、やっぱり満たされているのかなって思います。いや、素晴らしいね。
で現在進行形のコンプレックスってある？あります。もしかして出てきてるんちゃう？出てきてるんちゃう？やつが、あいついつまで出てくるんだよ。もういい。違うかな。ケンタロスね。あ、いや、それで、それですね。あ、それ？それです、それです。あ、それなんや。それです、それです。それはあります。短パンも破綻しさ、実際にそのケンタウロスの部分さ、見たことないからさ。ああ、そうですよね。だからコンプレックス、確かにそうなんだ、隠してるわけ。まあ、そうですよ。いや、だからコンプレックスですし、周りに見せたら、申し訳ないというか、その、景観を生み出す。モザイクかけとかなんかもモザイクかけとかなんか。昨日社長短パン履いてたじゃないですか。はいはい、やっぱ見ちゃいますもんね、綺麗やな。うわぁ、怖え、怖え。綺麗な足してるなぁって。そうなんや。コンサル会議中ずっとちょっと気になってましたね。あ、そうなんや、うん。コンサル会議中なんてさ、真横やん。いや、そうなんですよ。真横なんで、まあ、綺麗な足やなって。怖っ。めっちゃ怖いんだけど。これは大丈夫ですね。社長ありますか、なんかコンプレックス今。今ね、やっぱり、福祉の授業してるけど、はい、経営者じゃないですか、はい、同い年とか年下とか、まあちょっと年上でもいいけど、すごい経営者ってやっぱおられるわけじゃないですか。頑張ってるなとか、やっぱ福祉の仕事してたら他人と比較する人生なんて良くないでって言うけど、はいはい、比較しちゃってるわけよ。あ、なるほど。ダメだな、ダメだな。あれはそう、志村けんが今ヘンダーさんやったけど。あ、ヘンダーさん、あ、そうだ、ダメだな。分からなかった、分からなかった、分かりませんでした。いや、思いますね。落ち込むっていうか、なんかサボってる時間って絶対あるじゃないですか。あ、そうですね。分かっちゃいるけどサボっちゃうなっていうね。ソファーでゴロンでスマホポチポチの瞬間ありますよね。そうそうそう。これもまあツイッターにも書いたけどさ、はい、ジャンボリーミッキー踊ってる女の子ずっと見たもんね。もう延々。わかる。わかる？わかります。あれはあれですか？なんか出てきました、ショート動画かなんかで。ショートで出てくんねん、めっちゃ。あのお姉さんがね。そう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 。踊ってますよね。あ、そう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 。ズンズンって。なんかそれきっかけでディズニー行きたいなって。それぐらい下心あるよ俺。アホすぎるじゃないですか、もう。それも反省してるけど。ああ、そうですね。あ、そっか。それはではどう払拭するとかになるんですかね。やっぱり実績を作るとか、部下を上げるしかないんちゃう。あ、やっぱそこなんですね。はい、あ、やっぱ千人賞、五千人賞すごいな。今まだ十人賞ぐらいだから。なるほど。難しいなと思いながら。あ、それはでもそれはあれなんですね、克服できるというか、なんていうんですか、もうどうしようもないコンプレックスもあったりするじゃないですか。ああ、どうしようもないコンプレックスな、うん、あ、それで言うとないかもな。あ、ないですか。まあ、僕ももうなくなったんですけど、うん、昔は身長とかありましたもんね。ああ、身長コンプレックス。身長な、はい、妻にさ、はい、スーパービーバーのボーカルおるやん。あ、はいはいはい。俺スーパービーバーのボーカルって178ぐらいあると思ったね。谷口さんぐらいでかいと思って。ああ、なんかそのイメージありますよ。やろ、はい、165とかやね。ちっちゃいね。ちっちゃ。でもさ、ちっちゃいって言ってる俺らもさ一緒ぐらいやん。はい、僕164なんで。あ、俺5やから。知ってない。妻に言ったんですよ。はい、スーパービーバルのボーカル165だってって言ったら、クソチビじゃん。やばいやばいやばいな。やばいな。そうか。そうか。まあ、別にそれで傷つかないですけど、ね。ああ、そうですよね。いやいや、俺も知らないけどっていう話で、はいはい、まあ、ははで終わるんですけど。身長とかはなんか逆に、はい、赤レンジャーとか主役級って背低くないって僕思ってた。ポジティブっすね。ポジティブだな。かっこよくないって思ってる。あ、確かにそのジャンプ系の少年漫画とかの主人公って確かに小柄っすよね。背高い主人公ってあんまりおらんかな。確かに思っすね。ああ、なるほど。あ、うん、それはいい考え方ですね。めちゃイケ世代やからさ、はい、岡村の方がやっぱ目立ってるとか。わかるな。ありますね、確かに。そういう考え方を持ってますね。なるほど。ああ、なんかその背ちっちゃいとこはどうしようもないじゃないですか。まあまあどうしようもないな。
でもやっぱ考え方一つでじゃあその辺は変えられるんですね。全然僕は背が低いとか関係ないと思う。全然僕は背が低いとか関係ないと思う。だってさ、あれ TM レボリューションとさ、はい、七尾付き合った時あるやろ。ありますね、確かに。めっちゃ身長差あるやろ。確かに、思いますね。でも、そんなんありなんやちょっと驚いた。あ、確かにそうですね。でもそれは違う魅力ですよね。あ、なるほど、補えるんですね、こんなに。補えると思う。なんか谷口さんが名言言ってたやん、あの外見は内部が一番外に出てるのが外見だみたいな。あ、そんなこと言ってましたっけ。言ってなかったっけ。え、わかんないです言ってましたっけ。その時かなんか言ってたっぽいけどな。あ、そうですか。へーって思ったけど。いい、ね、いい言葉ですね。そう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 。だから内面を鍛えたらにじみ出るんかなとは思います。あー、分かった。じゃあコンプレックスもなんとかなるんですね。なんとかなると思いますよ、捉え方次第。そうですね、うん、ありがとうございます。僕もじゃあ脱毛してさっさとコンプレックスを持ちます。それはできるもんな。はい、できることでやります。はい、そんなとこですかね。そうですね、はい。はい。じゃあこの動画がいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。